サラトゥストラが特別の名著だっていうのは、あれが宇宙から来る何かの重力が彼のそのニーチェの脳に作用してできた。社長。おう。今日は、はい、社長に読書論。おう。はい。資料総集の超読書論と題した。はい、なるほど。動画をこれから撮っていきたいなと思いますので、いいね。はい、あの、超読書論という名前はなかなかいいやな。ありがとうございます。うん、一冊本を取り上げて、はい、その本について、内容を深掘りしていろいろと教えていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はいはい、シリーズ化するわけだな。はい、うん、シリーズ化していきたいと思います。はい、はい、記念すべき第一冊目の本は、はい、ニーチェのサラツストラ書く語りき。はい、俺の大好きな本だな。はい、こちらをまず題材として取り上げたいと思います。偉大な19世紀の金字塔の近代文明を切り開いた詩なんだよな、全部な、はいはい、詩の文学だから、はい、素晴らしいものだよ。そうですね、うん、権力とは何かとか、うん、人間の意志力とは何かとか、はい、人間の本質とは何か、うん、それから宇宙の本質とは何か、はい、人間の魂を中心にして、うん、人間が永遠回帰するという、はい、まあ、結論に至っていく大宇宙論だよ。俺が一番感動した本の一つで、まあ、ウナムーノの性の悲劇的感情と並んで、まあ、50年以上座右に置いて、いつでも見てる、いつでも読んでる、はい、まあ、本の一個、ニーチェの中でも最大の名著だよな、はい、そういう本だよ、うん、まず、うん、このサラツストラっていう名前について、はい、はい、これはね、これは一般論だけども、はい、ゾロアスターといってね、イランの宗教だよ、うん、にゾロアスター教っていうのがあるんだよ、はい、でゾロアスターという古代に住んでた人が開いた宗教なんでね、うん、はい、で善と悪二元論があって、善と悪の工作によって人類は進化し、うん、はい、で最終的に人類は滅亡して、はい、それから永遠の生命、うん、善の方に行った人が永遠の生命と合致するという、はい、まあ、割とキリスト教の終末論やなんかと近い終末論を持つ、うん、ゾロアスター教、はい、このゾロアスターっていうのがドイツ語でサラツストラというんだよ、うん、でゾロアスターが説いた宗教がゾロアスター教だから、はい、でこれは廃家教つって火を信仰している宗教でもあるんだよ、はいはい、で火がまあ代表なんだけど、火だけじゃなくて火と水と空気と大地、うん、はい、こういうものを神と崇める信仰の対象にしている、うん、まあ、俺流に考えると割と日本神道の起源と近いものだよ、うん、あ、はい、ただイランの宗教なんで、コーカサスにいたアーリア民族、うん、はい、アーリア民族の宗教だということで、うん、あれと近いよ、インダス文明を築いたバラモン教、うん、はい、だからバガパッドギーターやなんかとゾロアスター教の経典の、うん、アベスタ聖典って、アベスタって言うんだけども、はい、このアベスタという聖典はすごく似てるよ、うん、アフラマズタ、はい、アフラマズタという善の、神が、全能の神が中心の宗教だよ、はい、でそのゾロアスターっていうのが、そのだから人生とか宇宙とか生命に 対してアベスタの中でいろいろ説いてるわけだよ、はい、それが、まあ、ニーチェが好きなんだろう、うん、でニーチェがその自分がサラツストラの生まれ変わりになったという、うん、まあ、前提条件のもとに発想して、はい、もう無限の詩として、天から降り注ぐ時代を、だからあれはニーチェが書いたとも違うんだよ。俺から言わせるとあれ多分ね、はい、お筆先だよ。天から降りてくるこう典型をね、ニーチェが降りてきちゃって、うん、降りてきて書いてる。だからすごい短い期間できてるのあれ、何ヶ月かで、はい、すごい短いよ、はい、で、あんだけの大詩編ったらね、普通の大作家がみんな10年単位の歳月をかけて作るものだよ、はい、それがね、数ヶ月でできてるんだよ、はい、典型の証拠にニーチェはね、将来気が触れてからもずっとそうなんだけど、はい、自分の書いた著作の中でもサラツストラをね、いつでも読み返して泣いてたという証言があるんだよ。自分で書いて自分で、ね、自分で書いたものだけど、自分で読んで自分で泣いてるという。だから俺は天から降ったもんだと思ってる。それがサラツストラだよ。神なんですね、やっぱり。まあ、そういうことだろう。うん、で、このサラツストラっていうのは最初にちょっと説明したけど、はい、これが20世紀という近代文明を切り開いた宗教的基礎みたいな、うん、はい、そういうものに
なっている哲学書なんだよ、だから非常に重大だよ、そうですね、社長が今おっしゃったようにそのゾロアスター教と、はい、ヒンズー教っていうかそのバガワットギーター、はい、それとも近い、思わせるようなよく出てきますよね。だからその文章の中でアーリア民族の宗教から生まれたのが、はい、あの今言った2つの宗教だから同じだよ。でニーチェがそれを取り入れて、はい、ニーチェの気持ちとしては、はい、あのヨーロッパに伝わっていたキリスト教のある種の否定、だからキリスト教を否定するために、はい、キリスト以前の宗教を持ち出して、この宗教家に自分がなったつもりで、はい、まあキリスト教の世界観も、あのニーチェが、あのまあなんていうか寸断したというかな、はいはいはい、そういうことが書かれてる書物なんだよ。すっごく面白いよ。もう俺はもう座右の書の中の座右の書、はい、社長はその宇宙的観点っていうところから見ていらっしゃいますか、この本は。当然宇宙と生命だな、宇宙と生命、それからもちろん文明もあるよ、はい、だから俺の一番好きなラインがそのまんまサラトゥストラの修行主題、宇宙生命文明、ある日サラトゥストラが山で修行して仙人だったんだけども、はい、山で何十年と修行して何か悟りを開いてその山をこう下ってくるところから、まあ、物語が始まるわけで、はい、人民に対していろんなことを説くわけで、はい、すごく面白いよ、はい、すごく嫌われたりとか、うん、死体背負って旅したりとか、この本の中でも、はい、ふるさとを思い浮かばせるような、ああの海とか故郷を思わせるようなですね、はい、あれは俺が宇宙論でいつも言っている、はいはい、俺の感性で言えば、あれは人間の魂のふるさと、はい、魂のふるさとであるアンドロメダ星雲、アンドロメダの記憶なんだよ、はい、だからあの記憶は多くの文学者が語っているよ、その語り口がニーチェってのは非常にうまいんで、はい、かっこいいよね、でも多くの文学者が語っている、はい、内容だよ、はい、これはだから、まあ、宇宙的な理論で言うと、アンドロメダの重力で、はい、我々はいろんな愛とか義を考えてるんで、そのアンドロメダを人間の魂のふるさととみんな直感してるんだよ、そういうことですね、要はやっぱりニーチェもアンドロメダを示してたんですね。アンドロメダという言葉は出てこないけども、はい、俺はそっち詳しいんで、読んでるとアンドロメダを射程に入れて喋ってるのはもう間違いないよ、この本の中で、はい、半牛、はい、ブチのマダラの牛ですね、はいはい、という単語が各所に出てくるんですけれども、この半牛っていうのは一体何なのかなって考えた時に、はい、その牛は多くの宗教で嘲笑的な扱いとなっていることもあって、はい、その牛に対する意味はきっと多岐にわたるんじゃないかなと思ったんですけれども、もちろんニーチェが書いてるのは、はい、あのキリスト教とかなんかの本質的なものだよな、うんうん、それをだから否定するっていうかね、はいはい、そういうために半牛っていうので、だから牛とか羊とか、そういうあと魚かな、はい、それがキリスト教の象徴としては割と出てくるよね、うん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 、あと古代の宗教の象徴としては蛇とか、はい、そういうものが多く出てくるよね、はいはいうん、そうですね、かなりこの宗教に対しても思い入れが強かったのに、冒頭のところで亀は死んだっていうふうに、神は死んだということを言うこと自体が、はい、あの宗教の塊なんだ、あの人は、だいたい宗教に関心ない人は神は関心ないし死んだなんて言わないから、はいはい、神が死んだということは、ニーチェがとんでもないキリスト教の強烈な信仰の下に本人が生きているということなんだよ、まあ、もちろんニーチェの家系っていうのは知っての通り、あの猛烈なエリートのプロテスタントの牧師の家系だから、だからドイツで一番の教養人の家系、ドイツは教養人はみんなプロテスタントの牧師になってるから、その家系がニーチェの家系だから、お父さんも全部牧師だよ、だから先祖とか家とか親とかそういうものに対する反抗も、反抗の論理っていうかな、それがニーチェのサラトゥストラを貫いている一つの思想だよ、で反抗の論理だから、俺が好きなフランスのアルベール・カミューとか、ああいうシジポスの神話とか、ああいう本と通底するものがあるわけだよ、並々ならぬ情熱が注ぎ込まれているのかなというふうにやっぱり思いますよね、うん、この情熱じゃないんだ、情熱じゃないんですね、だからさっき言った宇宙力なんだよ、はい、そうか、降りてきてる、ニーチェの情熱が注ぎ込まれている本は別にたくさんあるんだよ、うん、そうじゃなくてサラツストラが特別の名著だっていうのは、あれが宇宙から来る何かの重力が
彼のそのニーチェの脳に作用してできた、俺はお筆先だと思ってるんで、そういう宇宙的真理の書なんだよ。だからバガパッドギーターとか、ああいう古代の宗教書と近いものだよ。だから近代の宗教書だから、これはねとてつもなく従来だよね。要はだって19世紀のものだ、こんだけの長編のすごい哲学史を書くって本当に普通の人は一生かかるだよ。あの大作家がだよ、あとはあの何十年かかかるよ、一行一行がとてつもなく深遠だから、宗教とか神とかも感じる一方で、あの東洋の禅の思想とかそういうものもこの本には盛り込まれてるのかなというふうに思うんですけれども、禅に通底する考え方はあるよね、禅に通底する考え方だけども、根源の哲学的な思想は、今言ったゾロアスター教とヒンズー教から出ている考えだから、禅以前、禅より前の考え方で、禅を生み出したヒンズー教やなんかの元になっているコーカサスのアーリア民族の宗教だよ。もともとアーリア民族の宗教からバラモン教が生まれ、それでバラモン教からあのバラモン教に対する反抗の精神として仏教が生まれたんだよ、釈迦。どっちも融合して、融合した中から先祖返りして禅が生まれたわけ、ダルマから。だから禅っていうのはアーリア民族の宗教の最も奥深い哲理だっていうことも言えるわけ、もちろんそのゾロアスター教から出てるから、ニーチェも同じだよ。そういうことですね。だからもちろん禅なんかは全部入ってるよ、永遠回帰そのものが禅の最高極致だから、上州重心という昔の禅の大家がいるんだけども、俺が尊敬してる、その人なんかが言ってる絶点というのが、あのニーチェの言う永遠回帰の思想とほとんど一緒だよ、あのこの本って今社長がおっしゃったその永遠回帰が一つの主題になっている第4部 ね, 4部ですね、第4部の主題で最後の、締めくくりだ、永遠回帰ってどういうことなんですか。これはだから人間の魂についての論考だよ、だからこれを自然の循環摂理みたいに思ったら大間違いで、ニーチェが人間の魂の在り方についてもう掴んでたわけだよ。で人間の魂というのは宇宙に遍満している神の霊なんだよ。この神の霊が何かに入ることによって人間というのが生まれるわけで、その人間というのはだから我々は地球上ではたまたま地球上に生息していた類人猿だった我々の祖先に入ったわけだよ。だから我々の祖先に宇宙霊である魂が入ることによって我々は人類になったわけで、この人類の使命っていうのはだから俺がみんなに言っている愛とか義とか真のために自分の肉体を投げ打つ精神だよ。これが愛の宇宙的使命、宇宙的精神なんだよ、でこれが入ったものが人間なんだよ、だからこれがこれの元になる宇宙の霊っていうのは宇宙に遍満してるわけで、宇宙の繰り返しとともにずっと宇宙に永遠にあるわけだから、これがいろんな星とかいろんな星雲の中でこれから何に入るのか俺も分かんないよ、過去に何だったの、俺もそれは知らない、要するに岩に入るのか、何かに入るのか、水の中に入るのか、動物に入るのか、植物に入るのか分からないけども、入ったものが人間になるんだよ、つまりだから人間の霊っていうのは永遠に宇宙を浮遊している宇宙の本体なんだよ。これを俺は絶対不の中心思想と言ってるんだよ。絶対不の中心っていうのは宇宙に遍満する人間の魂なんだよ。でたまたま地球上では我々類人猿に入ってるというんだよ。ここを何度も何度も繰り返してる。これに19世紀に西洋では最初に気づいてる人間がニーチェだということだよ。最初に気づいた人がニーチェだったの。まあ多分最初にああいう有名な本を書いたということだな。もう気づいてた人いるかもしれないけども、ああいう超有名な哲学書を書いたのはニーチェだよ。だから禅にも通じてるってのはそうだよ。もうあの本を読んでても仏に会えば仏を殺し、あの親に会えば親を殺すっていうのと同じような内容のことが全く同じだね、書かれてるので、そういうこと、でこれが愛の本質なんだけども、この愛の本質が分かるか分からないか、ただ今のヒューマニズムで教育された今の人は多分親を殺し仏を殺す何がそれが愛だってふざけんなっていう話だと思うんだよ、だったら、
愛の中心である宇宙の掟が、なんで死を与えるのか星にも、なんで生きていてついにそれが死に爆発して死ぬのか、そういうことの回答はないんだよ。愛というのは死んで次の新しいものを生み出すための無限循環なんだよ、宇宙の。これを俺がいつも言ってるじゃない、これが愛の本質なの。だから星雲から星になるこの回転エネルギーっていうのは、俺がいつも例で取り上げるよ、これが愛なの、でもちろん殺すことによって殺してまた新しいものが生まれるわけだから、残酷といえば残酷なんだよ。でもその残酷の中から本当に素晴らしいものが生まれいずるということなんだよ、これが愛なの。今キリスト教から神が抜けちゃって、ヨーロッパ人を中心にしてヒューマニズムなんてね、今100年ぐらい売り物にしてるけど、欧米が、こんなのはその神が抜けた宗教の中のきれい事だけだから、ヒューマニズムと、だから今の愛の概念は全部間違いだ、愛というのは愛の無知という言葉もあるように、残酷なものもあり厳しいものもあるわけ、愛のために死ぬのがだって本体だから、我々の人間の生命の本質は愛のためにいつ自分の肉体を投げ出すか、それを考え、そのために生きることが愛の実践だから、この辺が分かるか分からない、そうですね、でその辺が分かってくると、スワラツーストラの内部が見えてくる、俺はだからもう武士道の俺は葉隠れから始まったから、葉隠れを徹底的に好きで読み込んでるんで、ニーチェのスワラツーストラ読んだ時に一発で分かったよ、もう葉隠れと何も変わらない、つまり、宇宙の本質だ、無限循環だよ、人間の魂の永遠回帰だよ、それをニーチェはニーチェ流に哲学史にしてるってことだ、葉隠れは武士道として書いてる、そうですね、でも本当にあの第一部でも自由なる死っていう章が出てきますけど、栄光を手にしたい者は時期を逃すことなく、ね、世間の冷遇に別れを告げてふさわしい時に行くっていうような、まさに葉隠れだろ、はい、だから俺が葉隠れでいつも言ってる、はい、葉隠れが死に狂いと言ってるのは、生きるために死に狂いになるんだから、はい、死に狂いというのは生きるためにやる、いや武士道が、あの確立した切腹思想っていうのは、切腹っていうのは死ぬんじゃないんだよ、切腹っていうのは自分の名前を永遠に刻みつけるため、自分の本当の生命、自分自身が俺、本当の俺はこうだという、その本当の俺が生きるために、この世でまずくなった時に、なんかで、切腹して、最後の本質的な自己主張をするのが切腹だから。つまり、本当の自己主張だよ。宇宙的。だから自分が本当に生きるために腹を切るんだ。だから死ぬんじゃないんだよ。本当に生きるために、腹を切るわけ、これが切腹思想、三島由紀夫の切腹も同じ、三島由紀夫というのは、ね、自分の本当の思想を歴史とか世の中に打ち込むために自分が、あの腹を切ったわけ、だから死んだというのは物理学的な表現なんだよ、あれは三島由紀夫が真に自分の命を生かすためにああいう行為に出たと、こういうことなんだよ、要は主張ですね、最後のそういうことで、三島由紀夫みたいなああいう永遠に向かって、その生きるために死んだ人の魂が永遠回帰をするってことだよ、もう死んでから53年経つ、今こんなところで全く違う話題のところで、三島由紀夫の生きるために死んだことを話題にしていること自体が、三島由紀夫の死は永遠の命と結びつくためにやったということなんだよ、もう超人になったってことですね、そういうことだ、要はそれがニーチェの永遠回帰の思想だから、だから人間論ってことだよ、はい、そうですね、だからサラトゥストラの第4部で展開される永遠回帰というのは、はい、まあ一つの究極的人間論、はい、だから葉隠れと同じような葉隠れに匹敵するような究極的人間論だということだよ、そういうことですね、うん、社長は初めてこの本読まれたのはいつだったの？小5世界の大思想っていうね、全集が出ててね、はい、その世界の大思想っていう全集で、はい、たまたま俺が小5の時に多分ニーチェが出たんだと、はい、それで本屋で買って、それまでサラトゥストラなんて知りもしなかったけど、俺はこんな大きい本だよ、はい、箱に入った、
世界の大思想というシリーズだよ。で読んで、うん、あのもう感動したね、正午で。正午で。もう、うん、食うものも忘れて読んだ思い出があるよ。食うものも忘れてむさぼりついたというか、うん、俺は何か葉隠れの西洋哲学の展開を見出したというか、そういう思いがあったな。葉隠れの西洋版っていう感じですかね。西洋版じゃないよね、西洋哲学の展開だよ。西洋哲学の展開。葉隠れの西洋版は、はいはい、ヨーロッパ人が築き上げた昔の騎士道だから、はい、ああそうか、はい、あれは騎士道そのものじゃないけども、その騎士道の精神を哲学者が哲学的に解析して、まあ、書いたという、はいはい、まあ、そういう本だよ。これがわからないと、行間が読めないから、超読書はできないということだよ。超読書、そうですね。超読はできません。超読しょうがない。だって今の分かんないからできないもん。そうですね、確かに、うん、俺はもう読んだ時に、はい、サラトストラに関しては、もう葉隠れの基礎が非常に固いんで、俺は、はい、まあ超読というか、うんうんうん、もう本に没入して、はい、だから小5、10歳ちょっとの頃だろう、はい、まあもうあれからもう60年以上ですけども、うん、一日もサラトストラのことは忘れてこない。もうサラツストラのこともう通過って感じですかね。全くの通過で同一人物。同一人物になってますか、うん、だから後から大人になってからアベスタも読み、はいはい、それからバガバッドギータじゃないけど、ああいうバラモンの聖典も読み、はいはい、いろんなの読んだけども、はい、全く意味わかんない、うん、何にもない。もうなんだろう、子供の頃からの知り合いみたいな感じ、うん、それが全部俺の場合は葉隠れから始まってんだよ。葉隠れの読み込みによって、はい、サラツストラが一撃で、もう超読になったってことね。うん、一撃で超読になったんですね。なった、うん、まあ、あんまりいないよな、やっぱり小5で読むのな。いや、小5はいない、まあ、俺は大読書家なんで。あ、そうですよね、偉大なる小5っていう、偉大なる小5っていう言葉が出てくるんですけれども、あの昼ね、はい、はい、昼です、はい、で、はい、この偉大なる小5っていうのは、うん、これは一体何を表してるんだろうかと。落日の始まりなのか、うん、何かこうちょっと意味を捉えにくくしてるのかな、ね、と思うんですけど、うん、はい、簡単に言っちゃうと、人間が認識できるところの性のエネルギー、うん、はい、性のエネルギーの本質を解いてるんだ、認識が。性のエネルギーだよ、はい、だ太陽光線を中心とした性のエネルギーの本質が何かということを、ニーチェが偉大なる正午とか、また偉大なる真昼という言葉を使ってる。真昼といって、はい、性のエネルギーとは何かをやってるわけ。あ、で、この性のエネルギーとは何かをニーチェが語ってるんだけども、このニーチェが語る性のエネルギーの本質を捉えるのは、いつもの俺の話だと負のエネルギーが分かんないから。ニーチェは分かってるんだよ、はい、ニーチェは分かってるけども、負のエネルギーを言っても多分読者が分からないだろうからと思って、はい、彼は地球上の人間が分かる言葉で、あの偉大なる昼真昼とか言ってるんだよ。でもあれは実は宇宙に遍満する負のエネルギーを語ろうとしてるということ。それが分かってくると、偉大なる正午とか偉大なる真昼とか、こういうことの真意が分かってくるわけ。それを支えるのが詩の中に、はい、あのこれ偉大なる真夜中っていう今度は 行もあるよ、はいはい、だから偉大なる、真夜中が偉大なる正午に対としてあるわけ。でそれが負のエネルギーだよ。生と負を それそこで表してるんですね。そう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 。そうか。で、あの昼の説明の方が、はい、地球上の人間には分かりやすいわけだよ。要はものすごくたくさん使ってるよね。そうですね、うん、だから要するに宇宙エネルギーの本質を、負のエネルギーの、はい、俺が言うところの暗黒流体、はい、暗黒流体についてもちろんニーチェは語りたいんだよ、うん、はい、でも語りたいけど、当時もそうだけど、地球上のドイツ語にも日本語にも、うん、それを表す単語がないわけ、はい、だからサイドから語ってるんだよ。ということは言語がないわけだから、はい、要はそうか、うん、サイドから語ろうとする苦肉の策の言語の一つが偉大なる正午っていう言葉で、絶対譜の裏打ちみたいなことってことなんですかね。まあ、絶対譜の説明の中でもよく現世ではどうだとか、そういう説明があるけども、そういうのに近い言葉だけど、まあ、ニーチェっていうのは言葉がかっこいいよね、はい、偉大なる正午なんていう、そういうかっこいい言葉を、はい、まあ、用いる力がある、はい、まあ、詩人だから。そうですね、うん、確かに。でもこれって
一番最初の話に戻りますけど、神様からのこう啓示で書いたって社長おっしゃってたじゃないですか。あれは間違いないね。ということは別に分かってもらおうと思って書いてないからこういう表現になるってことなんですかね。もちろんそう。だから分かる人だけ分かればいいよと。当然知ってると思うけども、はい、サラツストラは、はい、もちろん自主出版だよね、はい、そうもちろん出版社なんかどこも受けないよ、はいはい、ニーチェはものすごい有名人だったけど、はい、サラツストラに関してはどこも出版する会社はない、はい、でもちろん自主出版、うん、自主出版で確か俺の記憶だと最初に読んだ読者は2人、はい、うん、2人しか読んでくれなかった、うん、多分ニーチェが発狂して までに何人も読んでないと思うよ。出てすぐは1年ぐらいの間は 2,3 人だよ、うん、そんな程度なかった、うん、それほど、はい、まあある意味じゃ突き抜けた本だよ。そういうことですね、うん、だから真の超人を生み出すためにやってるのかなと思ったんですけど、そういうわけではなく、超人を見つけ出すために、はい、真の超人をこれを読んで、うん、目覚めてくれと。これが全部わかると超人になるよ、はいはい、超人になる、なる、はい、これは別にはい、うがった見方じゃなくて、うん、サラツストラに限らないよ、はい、聖書もそうだし、うん、バガパッドギーターもそうだし、はい、あとサラツストラもそうだし、うん、俺なんかが挙げるジョン・ミルトンの失楽園なんかもそれに入るけども、うん、こういう本が本当に分かったらその人は超人になって人間を超越するわけだよ、うん、要は、はい、だから人間を超越して宇宙と直結しますよ、うん、宇宙と直結する、はい、だからその人固有の生命はなくなるよ、地球上では。そういうことですね。必ずそういう現象になる、うん、それが超人ってことですね。だから超人っていうのはそういう意味で、うん、人間を超越した人だから、うんうんうん、別にみんなが考えるような、はい、なんか出世するとか、例えば金持ちになるとか、うん、まあ、腕力がすごい強いとか、はい、まあ、そういうもんじゃないよ、うんうんうん、人間っていうのが前から言ってるけども、はい、地球の人は肉体だと思ってるけど、うんうん、人間とは肉体じゃないんだよ、はいはい、この肉体の中に宿った霊なんだよ、うん、これが人間なの、うん、だからその霊が超人になるってことだから、はいはい、だから喧嘩が強くなるわけでも、うん、別に腕力が強くなるわけでも、はい、金持ちになるわけでもないわけ、うんうん、じゃあどうなるか、はい、地球上の霊の位っていうのは、地球上にへばりついた霊の位っていうのがあるわけ、うん、この位を、うん、上がる次元が上がるってことだ、はい、要は、はい、でまたそこから始まるわけですよね、まあ、当然そう、次のがそう、はい、でまた次々とどんどん行くと。だから超人ってのはそういう意味だよ。うん、だから人類っていうのはそのうちにもうちょっと経つと超人にならない限りは生き残れない時代が俺は来ると思ってるよ。超人以外は全部動物に戻るっていうか、はいはい、だから類人猿だな、はい、類人猿に戻って俺の言葉で言うと AI 社会の、うん、AI とかロボット社会の家畜になっていく、豚とか家畜だよ、家畜になっていく、だから要するに類人猿に戻るということ、それか超人になった人だけが俺は AI とかロボットと共存できる霊性文明と俺は呼んでる、霊性文明に入れると思ってる。で霊性文明に入った時に人間としてだよ、人間として生き残ってる人は全員超人ですよ。つまり今の霊の位を凌駕した人しかだって残れないの、うん、それの走りがサラツストラだよ。そういうことですね。まだもうだってこれ19世紀の本だから、今から100年以上前の、はい、だからその頃はもう想像もみんなができない、うん、けど超人思考というのは、はい、まあ、ニーチェもいろんな戦争とか、うん、いろんな権力者に利用されて、はい、万葉集と同じだよ、日本の海浮かべじゃないけど、うん、ものすごくイメージが今落とされてるけど、うん、はい、とんでもない超人思想を悪用したのがナチスだから、はい、でなんか本当にすごい何か漫画みたいな進撃する巨人みたいななんかすごいのがお超人みたいに、はい、まあ、ヒトラーなんか言い出したわけで、はい、あれは別にニーチェが言ってることじゃないから、うん、ニーチェの言う超人っていうのは人間の位が上がった人だから、うん、で人間というのは宇宙霊なんで、はい、宇宙霊としてどん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 進化することを言ってるわけだ。でその進化の過程が永劫回帰、永遠回帰であると言ってるわけだ、うんうん、この本の主題の一つですね。
宇宙の循環とともに永遠に生きていく存在だと、人間の令和だよ、はい、令和ですね、そう言ってるわけだよ。この本を読み込めば読み込むほど、うん、そこに近づけると、超人間に近づけると、まあ、本当に分かったらすぐなるよ。すぐですね。もうスコーンってことですね。そうだ、スカーンと変わるってことですね。間違いないよ、それだけの本。でもこの本の中に、見ず知らずの血脈を理解することは、うん、たやすくはできない、うん、っていう一文が、はい、まさに今の社長のおっしゃってたその行間を読むっていうこととも繋がるのかな。まあ、それと繋がってるよな。はい、まあ、それ行間読まなきゃ全然わかんない、うん、逆に言うと行間が読めないと何にもわからない本だ。だって一番最初に始まるのが、山から降りてきてね、はい、太陽に呼びかけるよね、はい、天体に、はいはい、お偉大なる天体よと、はい、何時はあれ太陽だよね、はいはい、太陽に呼びかけてるんだ、はい、何時は私がいなければお前の存在は何の価値もないんだというくだりだよ。あんなところでは何も分かんないよ。あれはサラトゥストラが宇宙霊と一体になってるから、うんうん、はい、太陽の生命と自分の生命が同じものだっていうことを語ってるわけだよ、はい、これ本当にそうだから、はい、だから生命の哲理というのが分かってくれば分かるんだよ、うん、だからそこから確かね始まっていくよ、うん、だからあそこのところが分かり出すと、うん、サラトゥストラは全編分かるようになる、もう一番最初の始まって数行目ですよね、本当に、まあ、しょっぱなだよ、本当に本当にしょっぱなのしょっぱなですよね。でしょっぱなに出てくるその太陽に語りかける、はい、その言葉が、はい、サラトゥストラ全編を貫く、なるほど、あの宣言だよ、はい、で何を宣言してるかというと、うん、自分の魂が宇宙そのもの、宇宙そのものが自分の魂なんだ、で人間の魂とは宇宙の脈動なんだと分かるかどうかでサラトゥストラも決まるという。なるほど、俺は証拠だけど分かったす。すげえだろ、もう一体化したわけですね。葉がくれがあるから、はい、葉がくれで毎日、はい、武士道とは死ぬことと見つけたりというのをね、はい、やってるから、俺はもうドーンと分かったね。これがもう嬉しくて、これが好きになって俺読み出したわけ。あ、そうですか。そうだよ。あ、気に入っちゃって、おお、葉隠れじゃねえかって感じで。あ、なるほど、もう一体化する。もうそうそうそう。何時偉大なる天体よっていうのがもう、はい。そういうこと。なるほど。何時の偉大さって自分がいるから、はい、あなたは偉大なんで、はい、俺がいなきゃ何の意味もないんだってことだよ、はい、いや本当にそうなんだよ、で今これは、はい、よく言われるんだけど、もう今や量子力学、はい、量子論で証明されている物理学の本質だから、はい、量子論では月も全部見る人がいなきゃ存在しないって、はい、今量子論では証明されてんだよ、はい、もう、うん、要は、はい、太陽も同じだよ、うん、でこれをニーチェは19世紀にもすでにこのサラトゥストラの中で解いてたわけ、はい、うん、もう分かってたわけですね。あ、当然分かってんだよ、うん、もちろん、うん、ニーチェじゃなくたって別にジョン・ミルトンだって分かってたけど。あ、そうですね、だから別にニーチェだけじゃないよ、はい、優れた人はやっぱり分かってるんだよ、うん、でもニーチェはなんでこういうことが分かるようになったと思いますか、社長は。やっぱりそれは家系的にまず図抜けて頭がいいっていうのがあるね、うんうん、それから一番素晴らしいことはニーチェの人生をね見るとわかるけど、ものすごく清らかだよ、あの人は、はい、魂がものすごく清純、はい、純情、清らか、高貴、はい、崇高、うん、そういうものを持ってるからわかるようになったと。なるほど、うん、一番最後にその気が触れたのはでは何でだと思いますか。清らかすぎたってことですか、うん、清らかすぎたんだろう、要はで世間にまあ負けてしまったというか、負けたという捉え方は間違いだけどね、はい、負けたんじゃないよね、はい、別に、うん、ニーチェの方が世間を捨てたんだろう。ニーチェが発狂して精神病になったからダメだという捉え方が我々地球の類人猿の捉え方だから、うん、なるほど、血が間違ってるってことですね。坪田常人の時にちょっと喋ったけども、はい、ボケたから頭が変になったっていう見方と、ボケたから本当の人間の本質にふるさとに帰ったということも言えるわけだから、うん、ちょっと坪田常治なんかと似てる、うん、坪田常治は老人ボケになったけども、はいはい、ニーチェは精神病になったわけだよ、うん、でもどちらも俺は同じだと思う、はい、うん、負けたわけではない、うん、そうか、うん、まあ、より本質が見える。我々のだから、うん、例えば、うん、地球上の
その我々 の, その成功哲学だよ。成功哲学からすればニーチェは敗残したということなんだよ、うん、これは我々の成功哲学だから、うん、地球の、はい、要は、はい、そういうものをもともとニーチェは超越しているから、うん、サラツストラかけたわけだから、うん、そういうことですね、うん、そう、はい、ありがとうございます。やっぱり敗残したと見るんだろ。 なんで こういうふうになってしまったのかなと思いました、うん、はい、俺は思わないな、うん、不幸な死に方だったな。俺は逆に地球上で自分が成功者だ、はい、自分ほど幸福な人間がいねえと言ったやつは5万と見たけども、はい、そういうやつの方がずっと不幸だと思ってる、はい、ニーチェのように人間の魂とか宇宙の本質に気づいた人の方がものすごく俺は幸福だと思う、うん、そうですね。だって善也なんかも極地に行けたわけだから、超人になったわけですもんね。そうそう、読み込みたいと思います。はい、ありがとうございました、はい、次回もよろしくお願いいたします、はい。